鴨が辻山から見た、水島林開工業地帯案内の看板水島コンビナート周辺の空中写真。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。2007年7月撮影の75枚を合成作成。水島林開工業地帯は、岡山県倉敷市にある工業地域である。 水島工業地帯とも呼ばれる。同市の水島地区を中心に、同小島、玉島の3地区にまたがる。港周辺水島臨海工業地帯は、高橋川の河口に形成された三角州及び、廃川となった旧東高橋川の川口廃川地、さらにその地先の干拓地、またその沿岸海面の埋め立てにより造成された地帯で、その区域は、 倉敷市南部の水島地区南部、玉島地区南東部及び小島地区の西部にわたり、特定重要港湾である水島港の区域及びその配合地の一体をいう。具体的な住所では、倉敷市水島では、水島川崎通、道西通、道中通り、道海岸通、道福崎町、牛尾通、南北4丁目、松江4丁目、道志小島では、本庄西部、 多摩島においては、お島のおおむね岡山県道191号線、およびクラリ入口交差点以南が、同地帯の範囲となる。同地帯は、AEE までの5地区に分かれており、水島の高橋川東岸の遅れて干拓、埋め立てされた土地が、D 地区、水島港、水島地区西岸の旧東高橋河口、灰川寺及びその地先の干拓地である、福崎深海、高砂後深海、 福祉深海にあたる範囲が A 地区、大島三南側、予備松西沖の干拓、埋立地が B 地区、小島の本城西沖の干拓、埋立地が C 地区、玉島の落島南沖の干拓、埋立地が E 地区となっている。水島においては南保、松江全域や中根、ね、東塚の各一部も含むこともある。また、 工業統計調査においては、一般的な範囲よりもやや広い地域を対象としており、前述のものに、水島市所管内全域と玉島の落と島全域も含まれている。明治から大正期にかけて行われた東西、高橋川の改修工事によって、東高橋川は廃川となり、それにより生じた旧東高橋川、 川口廃川時期及びその地先に造成された干拓地に1943年第二次大戦中の工場分散により三菱重工業の航空機製作所岡山工場が建設された。これがこの地における工業の川切りである。それまで漁業と干拓農業を主とする一貫村に過ぎなかった当地は、 戦後における産業の重化学工業化により、本格的に工業化が進められていった。1953年、岡山県は、大型船舶の入港を可能とするために、航路白地の浚節に着手。さらにそれにより発生する浚節土砂で海面を埋め立て、工業用地を拡大造成し企業を誘致した。当時、岡山県は、農業中心から、 工業中心の産業への脱皮を目指し、農業、工業、商業の各産業の均衡を保ちつつ、工業を発展させ、県民福祉の向上を図るという新しい構想のもと、当地の開発を県政振興の根幹事業として位置づけ、積極的に開発を行った。誘致企業の産業分野は、石油生成、鉄鋼生産、石油化学、 重化学工業、各種機械生産、食品工業など多種にわたり、各産業の基地としての発展を期するため、交通施設、用地、用水等の産業基盤の整備、それと合わせて、生活環境施設、教育文化施設、社会福祉施設の整備など社会資本の開発についても重点的に推進を図った。現在、水島林海工業地帯は、 岡山県の中核的工業地帯として、同県経済に圧倒的な比率を占め、全国的にも有数の巨大工業地帯へ成長している。五十音順に記載。ありがとうございます。